原因は猫背です。金幕さんどうですか？生まれ変わったような気持ちに。生まれ変わった。はい、松田啓太です。今日も動画の続きありがとうございます。今日ですね、ダミアのヒントあたりアイデアを治療館あたりお届けできればと思います。はい、ですね、今日やっていくのは耳鳴り治療ですね。耳鳴りって治療できんの？と思うかもしれませんけど、できます。で、耳鳴りの中でもいろんな種類があるので、まずこのいろんな種類を知ってください。で、その中の一部であればガンガン治療して改善できます。で、実際に私もね、70代以上の方かなに治療やってて、もう耳が聞こえないんだよねみたいな、もうほぼほぼ聞こえないみたいな人でも、こう一回バーって治療してったら、え、全然聞こえるみたいななったとか全然あります。なんでこれがですね、いろんなパターンをまず知ることで、メカニズムを知っていくことによって、私たちが触れる耳鳴りと触っちゃいけない耳鳴り理解できるようになってきます。耳鳴りなんか治療できないよ、無理無理無理と思ってる先生、もしくは周りの患者さんで耳鳴りが原因で何か腰が痛いだったりとか肩が痛いだったりとかっていう生活に不自由が起きてる、そんな先生であれば、もしかしたらこの耳鳴りから腰の痛みとか肩の痛みが起きてる可能性が高いです。ですので、ぜひね、今回の動画を見ていただくことによって、耳鳴りから痛みをなくしていく、もしくは耳鳴りを改善できる、そんな治療家になっていただければと思います。ではメカニズム説明していきましょう。はい、じゃあですね、この耳鳴りのまず原因を説明していきたいと思います。耳鳴りの中でも、まあ、いろんなパターンがありますが、ここぜひやってほしいなってところが、この胸郭と頸椎の移行部ですね、頸胸椎移行部っていうところがめちゃくちゃ触ってほしいところです。なんですけど、ちょっとね、耳鳴りがなぜ起きるのかって説明をしていきます。で、耳鳴りって結局ここに耳がね、穴があっていくんですけど、ここのですね、中、鼓膜があって、鼓膜の中のいわゆるこの密閉空間に音がこう振動すること、空気が振動したりとかすることによって、ここの中ですね、この耳の中にある音を感じる神経が振るってって、でそれによって耳の神経が感じて音を感じますと。触っちゃいけないところから話をしていくと何個かありまして、まず一つ目が神経系のことがありますね。耳の神経がありまして、この神経が何かしらで圧迫をされてしまったりとかしている場合に関しては、もう内科じゃなくて脳神経外科だったりとかに行ってもらうことがまずおすすめです。と、併発として、例えば目が眼振があったりとか、気分が悪さがあったりとか、こういうのも結構ありますので、あまりにも長い期間とか急に突発的に起きた場合とかであれば、脳神経外科とかっていうところをまずおすすめします。2つ目に関しては何かと言いますと、突発性に起きればね、突発性難聴聞いたことありますよね。なんか耳が聞こえなくなってきた、もうこれはほぼほぼストレスって言われてますね。なんでストレス環境がない状態、例えば休みをしっかり1ヶ月間もらってみるだったりとかっていうのがすごく大事になりますね。まあ、私の周りにも結構難聴で急に突発性難聴起きましてって人いましたけど、まあ、仕事休んだりすると改善することはありましたので、それはね、職場環境とか人間関係から起きてること多いので、まずはね、そこから離れてみるってことがまずおすすめです。なんで3つ目ですね、メニエル病とかってですね、このメニエル病とかなってくると、めまいとか、あとは耳鳴りがあったりとかします。めまい耳鳴りって結構セットで言われること多いじゃないですか。で、目の神経とこの目の神経で感じる神経って結構近いところを走行しているので、耳鳴りが起きれば目も起きたりとか、目が起きたら耳鳴りも起きたりとかっていう風になってくると思ってください。なんで耳鳴りがある場合で目の症状があったり、例えば目が見えにくくなってきただったりとか、眼振が起きてきただったりとかっていう時はちょっと注意していただきたいなという風に思います。あとは急に耳が聞こえなくなった、朝起きたら聞こえなくなった、こういう時も脳神経の可能性も高いので、そういう時は病院に行ってみてください。私たちがじゃあ触っているのはどんな耳鳴りなのって話なんですけど、これはですね、徐々に聞こえにくくなってきたっていうものに関しては、一般的な老化性の難聴っていうものが多い可能性が高いです。年を取ってくるにつれて、人間どこでも細胞になってますから、鼓膜も劣化してくるし、中の細胞も劣化してきます。そうすると聞こえにくくなってきたっていうものもありますので、いわゆる老化性の難聴ってやつか耳鳴り、こういうものは全然 OK です。若い人で耳鳴りが鳴ってますって人もいますけど、まあ、これもね、ここから話していく耳介だったりとか、耳の中の構造、筋膜とかっていうところの関係がありますですか。徐々にぐーっと下がってきてしまったり、急に起きて、これが脳神経でもない場合、例えば脳神経外科にまず行ってもらって、それでも何もない場合で、メニュールでも何もない場合で、なんかでもずっと難聴なんだよな、耳鳴りがずっとあるんだよなっていう場合であれば、今からやっていくものが効果的かもしれません。で、これ何かと言いますと、原因は猫背です。これ猫背が起きると何が起きるのかと言いますと、耳の中にですね、これ鼻とつながってる耳管ですね、耳の管って書いて耳管っていうものがあります。で、この耳管っていうのが、例えばこうキューッと
空気が通ってるんですね。空気とかちょっとした穴があるね、穴がある状態でこう空気の逃げ道というかね、逃げれる場所があるんですよ。つながってる場所があります。ですけどそこが詰まっちゃうと中の空気がこもった状態になりますね。こもった状態になるとキーンってなるような状態が起きやすいです。皆さんもなんかあの飛行機乗った後とかってなんかグーってなりますよね。あえて結局気圧が上がることによって耳に空気がグーっと溜まってきて圧迫してる状態になるので、こうキーンってなって、で鼻つまんでグーってやってみたりとかすると抜けてくる。耳抜きっていうことであって、本当に空気が溜まってるのを抜いてあげましょうって状態ですね。逆に言うと耳が詰まってる状態になってると耳がキーンとなってる状態があります。じゃあなんで詰まるんですかって言ったら、純粋にですね、これ姿勢すごく関係します。耳がいわゆる管になってますから、この管が伸ばされるとぐーっといわゆる細くなりますね。細くなると空気の管が通りにくくなってきて、中に空気が溜まりやすい状態が起きてきます。どんな風に伸びるかって言ったら、これがこの状態なんですよ。チンアウトって言うんですけど、顎が前にこう出てくるような状態、この状態が起きると、いわゆる耳、あとはこの鼻とつながってるこの口蓋ってね、この喉の奥ありますよね、喉の奥、ここと耳がこう離れていく状態、何かというとこの状態ですね。この状態になるといわゆる時間が伸ばされますね。耳と鼻をつないでる管が伸びてるから細くなって空気が抜けにくくなるんだよってことですね。なのでやるべきポイントはこの状態を戻してあげましょうということですね。だから顎がこういう風に出てる状態の人ってやっぱ耳鳴りが起きやすかったりとか、あとこう顎を引くっていうのが結構できなかったりする人も耳が困りやすかったりします。じゃあなんで顎がこう出ちゃってるのか、これ何かと言いますと、顎が引けない猫背になってて首が伸びちゃってる状態。猫背になってると何が起きるかっていうと、この状態になりますね。で頭を下げてるわけにはいけません。なんで丸くなってる状態でこの状態ですね。胸郭自体が曲がってしまってるから視線が下に行く、視線が下に行った状態だと見にくいですね。なんで頭を上げようとする、でも首はもう伸びきれないってなると、このいわゆる頭蓋骨のところでこう動こうとすると、このチンアウトっていう状態が起きますね。なので狙うポイントはこの顎の部分を戻すんじゃなくて、ここの元になっている頸部と胸椎の移行部、ここがねこう曲がってしまっていることが多いです。なんでここを伸ばしていきましょう。伸ばしてあげると首が伸びてきて顎が勝手に引いていきますよね。ければこの時間っていうところですね、ここが正常な長さに戻って狭さがなくなってきて空気の通り道ができやすくなる。そうするとキーンっていう空気がこもる音がなくなってきて耳鳴りが改善しますよってことですね。なんでやるべきポイントはここの時間を改善するためのこの頸胸椎後部の伸展、いわゆるこの伸びるっていうのを出さないといけないってことですね。なんでここのね、今日は関節の治療をですねちょっと紹介していきたいなと思いますので、このままテクニックやっていきましょう。はい、ですね、治療方法をやっていきたいというふうに思います。頸胸椎後部もう一回、ね、説明していきたいと思います。で、頸部がこういうふうに反ってます。胸郭が丸くなってます。これはもう原理的にこういうふうになってると思ってください。この反ってるところと丸くなってるところっていうのがくっつく場所、これが頸胸椎後部ですね。この部分が結構伸びなくなってるね、こういうふうにぐーっと伸びなくなってしまってることによって頸椎に負担きてしまってたりとか、あとはさっきみたいなチンアウトっていう状態が起きやすくなってますので、まずここで治療していきましょうと。筋膜さんも結構ね、延敗からのこういう風な顎が出てしまってるってね多いです。こんな風に顎が出るんですよね、こんな状態が出てる人多いですね。こうなるといわゆるここの耳管っていうところがこう伸ばされてしまってて、ここが細くなってしまって耳鳴りが起きやすいので、ここやりましょうと。じゃあどうするかって言ったら、まず後ろで手を組んでもらいます。後ろでね、こんな風にね手を組んでもらって、手のひらが背中側に来るように下に回します。いいですか？こんな風に。これ逆に回すと猫背の方に行っちゃうので。はい。手のひらが下を向くような状態にしてあげる。そうするとね、肩甲骨がこう寄るんですよね。寄る状態になります。なので胸が腫れる状態になりますということですね。そういう状態になります。で、頸胸椎後部をするときには、まず胸椎したかったらですね、肩甲骨がやっぱそれ寄れる状態を作らないといけませんね。この状態で頸胸椎後部をね、こう伸展ぐーっと伸ばしていかないといけないので、顎をこう引いてもらった状態でこのままぐっと上を向いていきます。この視線をぐーっと、これいいですよ、ぐーっと頸胸椎後部のところ触ってあげて、はい、ぐーっとで息吸って吐いて、ふーで、ここぐーっと頸胸椎後部が反る、ここら辺にストレスがかかるようにぐーっとやってあげます。頸椎ヘルニアとかの人はちょっとやめておいてくださいね、頸椎の動きが出すぎたりしますから。胸郭のところをこう持ちながら息吸って吐いて、ふーで頸胸椎後部が反るように
反るっていうことはこう胸が上を向くような感じになるの でこっち側がしっかり入った状態で顎を伸ばしていく。でこの時に首が痛いとかなったらすぐやめてくださいね。いいですか？大丈夫？痛くないですか？大丈夫。あ、この時にこれダメ、手が猫背すぎていつの間にか手が外れて、こういうことも起きるのでこの時は戻ってあげて、こう手をね、あのもう一回こう組んでもらって全然違うでしょ、エゴツの間が前に行くようなイメージ。 PTC とかね、トータルチョカレッジとかでは、まあ、これ以外にもあの治療法でこの胸郭だったり首のところのチンインをしていく、ね、こう顎を引くための治療法とかも紹介してきますので、もしね興味があればメルマガ限定で募集しているので、ぜひねあの概要欄からメルマガの登録していただければ、あの PTC の案内来ますので、ぜひねそちらもチェックしてみてください。こういう状態でやってください。で最後吐いて、ふーで頚胸椎後部にしっかり刺激が入るように伸ばしていきます。はい、 OK。 で戻していきましょう。でこの後ね軽く顎を引いたりとかしても、だから伸ばしやすくなったりとか、あと耳の聞こえが結構聞こえやすくなったりとかね、あと鼻の通りが良くなったりとか、あとねなんか視力の緑内障だったりとかね、こういうところにも結構効いたりとか、私治療したりとかしてますので、目鼻ですね、耳とかこういうところに対してはチンアウトってこの姿勢すごく悪いので、ぜひねこのアプローチやっていただければなというふうに思います。金箔さんどうですか？生まれ変わったような気持ち。生まれ変わった、視界がぷわっと広がったりとか、なんか楽になるんですよね。なんでここね、ぜひ、詰まってますんで、ぜひね、皆さん治療してあげてみてください。はい、ということでね、耳鳴りって言っても、ちゃんと原理が分かっていけば、治療できる場所、治療できない場所、ちゃんと判定してください。評価をしてもらって、治療できるものであれば、どんどんアプローチをしていく。これはね、意識してほしいなと思います。治療できたとしても、なんでこれが原因が起きてるのか、ね、耳鳴りが起きてるのか、分からずに触っても治りません。治ったとしても、まぐれです。自分の経験になりません。大事なのは、なんでこれが起きたのかっていう原理を知る。で、その原理が逆戻りをしていって、そこに対して治療をアプローチしていけば、根本的に解決できる。痛みがなくなるって治療ができますので、ぜひね先生が今日の動画見てもらってみんな一応できるんだなと思えば、どんどんアプローチしてみてください。途中でも話しましたけども、この知識とテクニックをつなげるっていう場でね、あのトータルチョカレッジっていうものを私はやらせてもらってますので、もしね気になる人がいましたらメルマガ限定で募集しているので、この YouTube の概要欄チェックしてみていただければと思いますので、そちらの方からチェックしてみてください。もしねそれが嫌だ、まだねYouTube で学んでみたいって言われれば、 YouTube だけでもいいのでチャンネル登録ぜひねよろしくお願いいたします。あとはねアウトプットしてもらうと一番のインプットになりますので、高評価コメントいただけると嬉しいですので、ぜひねよろしくお願いします。はい、ですね、今日はここで終わっていきましょう。ぜひね耳鳴りも治せるかっこいいセラピストになってみてください。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。肩甲骨めっちゃ硬そう。いやめちゃ硬ですね肩甲骨。だこれできないです。これ嫌ですよね。無理です。あでもそんな、はい、ポイントがあって、ね、こうやってこれで触ってみてください、はい、これ届かんか。そうです。あ届かない。これで、ね、こっちこことここくっつくようにやって、これでやってみて、あー力入ってきた。ちょっと腰、うん、こうこうここを意識してグーッてやってあげて、力あーでもちょっと触れ、あ触った、初めて触った人生で初めての。これ肩じゃなくて大体胸郭とかこの辺の問題だから。あーそうなんです。そうそうそう、肩ばっかね結構みんなやるんですけど全然。あ逆やってみてください。逆のもっとで、あ本当だ、もっとダメだ。これはだからパターンがありますね。こっち側、こっち側グー、こことここくっつくにグー。どういったことかも。よいしょ。もう一回。やめて。よいしょ。はい、頑張って。もう一回。ちょっといいですか。ああまあこれは無理ですね。これは。これが改善できるようになりたいですね。でもさっきのだけでも本当増田さんのゴッドハンドが見れましたね。いや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 、もう直せない人も多いんで。奥深いですね。奥深いですね。PTC お願いします。学んでください。はい。PTC チェック、メルマガチェック。お願いします。お願いします。